皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、女性限定でやってますけれどもこのまんまでいいでしょうかというご質問にお答えしてみたいと思います。ですね、ご自身が女性限定でやりたいのであればそれでやっていったらいいと思います。集客量のことをおっしゃってるのかなというふうには思ったりするんですけれども、単純に世の中の性が2つあって男性と女性っていうことからすると女性限定にした瞬間半分にはなったりはしますよね。だけれどももともと自分のサービスが男性向きじゃないっていうか自分が男性を教えるのがしんどいとか、過去にね嫌な思いをしたとかストーカーされちゃったとかこれ男性には、でも男性もストーカーされるのか女性に場合によってはっていうのはあるのかもしれないですけどその危険性は女性の方が高いことを考えると男性と関わりたくないっていう教室には来てほしくない特に自宅教室にはっていう方は、男性受け入れなければいいんじゃないのかなっていうふうに思っているんですよね。私自身も基本は女性です、男性とかはもしも今後受け入れるっていうことがある場合には法人かなグループとかの例えば 部を見てほしいとか女性男性経営者なんだけれども女性を雇っていく上で部の力を活用していきたい時のその女性の部をどう回していくかとかっていう法人の男性と契約はするけれども女性がいるそこを見てほしいはやるかもしれないけど男性を直接そのまんまコンサルティングとかはおそらくしないかなというふうに思っているんですね。いろいろ私は職場もいろんな経験があって、女性だけの職場っていうのもあったし建築の時にはほぼ周りは全部男性だったので男性メインの職場とか、あと今はね私のクライアントも全員女性なんですけれども、そういう女性を教えていくっていうところですね。いろいろ経験しています。営業部だった時には男性の営業マンとかも育ててましたし男性女性それぞれいろいろですね。男性って言っても女性のように心配りができる男性もいるし女性でも男性のようになんかガサツなタイプの女性もいてるので、どっちがどっちって言えないんですけどね。ただやっぱりちょっとストーカー的なことをされるっていうことを考えると、女性の場合の方がリスクが大きいかなっていう話とかはありますよね。私も YouTube とあと LINE の方でですねなんていうのかなストーキングそのものではなくかったですけれども、そういうコメントをいただいて今コメント停止とかにしてますけれどもいただいたこととかもあったりしてあと電話もねナンバーディスプレイとか入れて非通知の人はかけ直しみたいなのも入れたりとかしてですね無言電話とかもあったことありますよね。だから外にある程度出ていくっていうことは大企業と違って、この人間として外に出ていくことになるので、ある程度何かしら目立っちゃうと、何かしらの話とかはあったりすることもあります、それも含めて仕事をしているっていうことなんですよね。だから男性の部分がうんぬんっていうのをもしも考えるのであればやはり女性限定っていうのもしっかりでっかく書くとかサイトにですねあとは写真とかももう絶対男性がいるような写真は載せない全部女性っていう状態にしておいて同教室は女性限定ですのでとかっていうのをしっかり丁寧に書いていくとかそういう感じになるかなっていう思ってるんです。だから下手に中途半端に男性受け入れると結構ね面倒くさいですよね。だからご自身で女性しか教えないって決めるのであればやはりきちんとサイトに歌ってった方がいいと思いますし男性もね教えてもいいよっていう、料理パンお菓子ですねそういう方で家的にも問題ないのであれば男性でもやっぱり料理習いたい方は結構いますしね
需要は逆に多いと思うんですよ、男性のためのそういう教室みたいなの。私も外でやろうかなとか思ったことはあったんですけど、募集集客どうしようかなということで、もともと女性のあのね、あの少し上目の年齢の方を来ていただくように教室を考えていたので、まあ、そうじゃないケースだとまたちょっとね話が変わってきてしまうので、だからターゲットをですね、自分がどういうふうにしたいのかを決めて、女性限定にしたければ女性限定にする、で女性限定にしたら女性限定ですとサイトに書くっていうところで、まあ、お断りしていけばいいかなと思います。ただ、まあ、どんなにねそういう形になったとしても、まあウェブブログとかで出ていく上で探して、まあ、Facebook もそうですけど、探して勝手にね見てて追っかけるというか、まあウェブ上でのウォッチングですね、それはもう致し方ない部分はどうしても出てきてしまうので、あとは上手にスルーする方法であったりとか、うん、まあそういう、そうですね、方法で対処していくしかない、これはもう発生ベースで考えるしかないので難しいところではあるんですけれども、やっぱりある程度ね、あの外向きに発信していかなくてはいけないっていうことを考えると、出ていかないといけない部分も結構多いので、女性の場合にはそのあたりはねちょっと悩ましいところではありますけれども、自分の中で毅然とした軸を持って対処するっていう形で考えてっていただいて、あとはまあ場合によってはね、ご主人とかにもご相談いらっしゃる方はねしていくっていうのも一つの手だと思いますので、うん、あのそんな形でまあ女性男性っていうことは、考えていっていただけたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。